様ご存知の NHK スクランブル要求デモなんですけれども、NHK スクランブル化するとですね、売り上げが半分以下になりまして、NHK は崩壊するであろう、こういう予測が出ております。ただ、NHK ぶっ潰せと言ってデモをすると、沿道には NHK が大好きな方もいらっしゃいまして、そういう方の反感買いますんで、柔らかくスクランブルにしろと、それが一番公平であると、そんな風に、言っております。今日もですね、スクランブルにしろ、おおと言って叫ぶんですけれども、皆様腕をこう上げるのはほどほどで結構でございます。多分ですけど、明日は大丈夫なんですけど、明後日、しあさってぐらいに腕上がんなくなったりします。ですので、腕上げはほどほどでいいであります。スクランブルしろって言ったら普通はスクランブルしろって答えるんですけれども、スピーカー聞き取れない場合もありますんで、何でもかんでもおーと答えてください。おー、ね、一回練習しますんで皆様おーでよろしくお願いします。飼育員には夜中にヘイレナー、 NHK ネット聴取を許さないぞ。ありがとうございます。腕は上げなくても結構でございます。私肺がんになっちゃいまして、今月水にもですね検診があるんですけれども、再発してないかどうか今から心配であります。まあ我々もここにいる方もいずれ必ずいなくなります。いなくなる前にですね、なんとか NHK が元気いっぱい捏造報道、反日報道、今日のデモも全く放送に来てませんよね。全部のテレビ局へ来てませんよね。そういうことをやっているのを許しておいたらば、何十年か経った後にこの時代のおっさんたちはだらしがないと。今日は男女比率は、おっさんおっさんお嬢さん、おっさんおっさんおっさんお嬢さんぐらいの比率でしょうか。メインはおっさんの塊と言ってもいいと思いますけれども、というわけで後の世の若者に人たちにあの時のおっさんはだらしないと言われたいためにも何かやんないといけないですよね。どうせいずれは我々は消えてなくなりますから、せいぜいかっこつけましょうか。じゃあ今日は皆様よろしくお願いいたします。水分補給、暑いので水分補給などできる方はしてもらって、気分が悪くなった方は腕章をつけたスタッフにお気軽にお申し出ください。あとスタッフの指示に、従ってください。ではよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあですね、隊列は外の道路で作るみたいですんで、皆様一旦こう
が胃袋を強く削ってきました。暑い中、まず、誠にありがとうございました。今日も事故なく何事もなく終了することができました。ありがとうございます。今日もテレビ局は一個も取材に来ませんでした。皆様やっぱり来なかったとあちこちで書き込んでください。NHK が報道するまでこういうデモを年に何回かやろうと思っております。皆さんまた来てくれるかな。昭和のネタをありがとうございます。それではゴミなどお持ち帰りになってお家着くまで気をつけてお帰りになってください。家に着くまでが遠足です。ありがとうございました。あれ新しい、ね、新商品だというとしてるらしいんですよ、ね、もう税金の補助金を受けてね、それでもって料金徴収して平均年収2000万、1000万ですよ、うん、1900万、まあともかくそのぐらい、こんなん2000万取れるなんて、2000万近くね給料取れるなんてまずないでしょ、めったに普通の社員がね。まあそういうね、もう税金でね、国民の血税とそれからあの料金徴収ね、あれ強盗と一緒ですからね、強盗と一緒、うん、まあ NHK をぶっ潰す。こんにちは。ですね、渋谷すごいです。若い子がバン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 手を振ったり、おーってみんな一緒にやってて、私も動画出しますが、皆さんもですね、見てみれば分かると思うんですけど、若い子がとにかくすごかったです。もう若い子が中に入ったり、みんなでおーってやったり、何度も言ってますけど、本当にすごくってですね、ちょっと聞こえないかもしれないですけど、とにかくすごくて受けが良かったです。ただ NHK はって言っても NHK を知らない世代かもしれなくて、NHK はって言っても全然わからない人がね多かったんですよね。NHK はネット放送をやめろとか言っても NHK 自体を知らないという。そう、だから NHK ですから。 NHK じゃない、 NHK 自体を知らないっていう人が多かったんで、それはびっくりしました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。またです、またです、またです、またです。押すとまたですとなります。今日もお疲れ様でした。尾形さん26日にね、無事に、はい、ヨレヨレしながらお疲れ様でした。一周して帰ってきました。俺も疲れたけどさ、ずっと喋ってる。楠沢さんの方がもっと疲れてたね。本当にさ、なんかその辺の塀の上にね、よっくらって よじ登って上からこう撮ったりしたけど、降りるときヒヤヒヤだったよ。すっ転ぶんじゃないかと思った。で、一周して帰ってきたけど、もう一周してもよかったかなとか思ってんだけどね。来週は、あ、来週じゃねえ、次回は2、3週ぐらいやろうね。お疲れ様でした。どうです。